はいよ。今日からちゃこちゃんいませんよ。はい。ちゃこちゃんのいない朝スタートしますよ。まあとりあえず出てくるの待ちましょうか。あら、そうか、出しちゃったよ。ぽんちゃん。あ、気がついちゃった。よいしょ。ちゃこちゃんが卒業しましたので、ちゃこちゃんのいたケージを完全にきれいにします。トライアル期間中ということなので2週間はこのケージはそのまま、きれいな状態にしてね、保存しておきます。しおんくんやジャンくん、ポンちゃんが、あとアンズちゃんもたまにはここで遊んでいいんですよ。このケージは少し寂しい感じがありますが、誰もトイレは使ってないね。
昨日のちゃこちゃん情報ですが、昨日の夜、普通のいわゆるご飯は食べていないのでチュールをあげたところ、チュールはちゃんと食べたそうです。昨日の夜の段階でトイレはまだしてないんだよね。まあ今日また進展もあるかと思います。ウェットティッシュをください。
どれや。たば。体力的にはね。ねんちゃんくん、しょうがないね。あとは大人の風格で対抗しよう。遊ぶ相手いなくなっちゃったからね。おじちゃんが相手してあげようか。これ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 こててね、てて、あんたちゃんおてて、おてて、おてて、はい、おじちゃん、昨日は暖かかったですか？いいかね。あんたちゃん、ここすっかり空っぽだから遊んでいいんだからね。まあ、ご飯ちゃんと出てね。夕方とか夜ね。うん。しおんくんは別メニューのため、あんずちゃんが食べ終わるのを今ここで遊びながら待っています。何くる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 。あれ、あんずちゃんが釣れちゃった。あんずちゃん食べて。あんずちゃん食べてくれないと。しおんくんが食べられませんのよ。もう1階に降りて目をランランと輝かしてますが、ご飯食べてください。はい、あんずちゃん、あんずちゃんご飯。はい、おかえり。